細葉バヒョウモンは、蝶目縦破蝶化ヒョウモン蝶族に分類される蝶の一種。ヒメからフトヒョウモンと呼ばれることもある。朝日ヒヒョウモンからフトヒョウモンともに、日本では北海道に3種のみ生息する寒冷地型の小型ヒョウモンである。羽は、表裏ともに、気化色で、特に甲子裏は、黄色が濃くなる。羽表の死脈は、黒色で、いわゆるヒョウモン柄。年一化成で、 生中は、低地では6月中旬、高地では7月中旬頃から見られるようになる。低いところを緩やかに飛翔し、硬化、吸水などする。禁煙種のカラフト氷門とは、生体、形態ともによく似ており、しばしば混成もする。黄色地の格子裏に現れる、銀白色や大々色の模様が明瞭な境界を、持って分離するカラフトに対し、本種のそれはぼやける。食草は、 スミレ科のミヤマスミレ。四霊洋中で越冬する。北海道中東部。低山から高山にかけての山地草原に見られる。国外では、ユーラシア大陸北部。環境省レッドリストにおいて、近縁の朝日氷紋からラフト氷ョは、それぞれ純絶滅危惧となっているが、2012年、現在まで本市は記載されたことはない。ありがとうございます。